ください。はい、さあありがとうございます。それでは、はい、ゲストをご紹介をさせていただきます、はい、おなじみプロショッパー、はい、福島由香さんです。お願いします。どうぞよろしくお願いいたします。これすごく私興味あるんですけど、これメイドインジャパン、本当こだわり特集もないですし、はい、なんといっても栄養分が丸ごと取れるということで、丸ごと取れちゃう。そうなんですね。そこで太田さん、せっかくなのでちょっと、うん、はい、召し上がってもらいましょう。はい、これで一応、はい、一杯だけ入れますね。一杯だけ。はい、こうなっちゃうですね。で、ここにお湯注ぎます。作りたての、はい、はい。作りたてます。と使っていただけると嬉しいですね。お風呂に入ってて実際に怪我をした、はい、または怪我をしそうになったことは終わりになりませんか、はい、という問いや、まあ、問いに対してなんですが、はい、結構ね、やっぱり、そうなんですね、ドキッとしたっていう、はい。はい。多いですね。本当に、それこそ、まあ、単純に浴室でツルンと行きそうになったこともあれば、浴槽の中って本当に滑りやすいので、もうビールでも焼酎でも日本酒でも入れていただいて、ボタンを押すとしっかりと飲み頃温度に設定してくれるわけなんですね。私は飲み頃の温度なんてもう冷蔵庫に入れとけばいいと思ってたんで。そうですよね。美味しい温度帯っていうのが、美味しい温度ってね、あるんで、こちら持ってきました。これね、これね、おしゃれですよ。はい、おしゃれなんですけど、うん、なんか見た目もちゃんと冷えそうな感じがして、お客様、もう氷がいくらあっても足んないんです、これ。はい、確かに。で、なかなかこれも冷やすの大変で、だって他の飲み物で氷使うのにこの子ここで氷使っちゃうと、もう他のことに何も使えないです。ダメになっちゃいますよね、さあこれ一応、よし、よし、このまま全部しっかりとボトルが中に入るように、はいはい、入れました。ありがとうございます。しっかり入ってますね。入ってます。じゃあここで置いときましょう。お願いします。下についてますよね。そうですね。じゃあみじん切りを作ろうと思った時に、うん、確かに細かくはなんです、はい、細かくはなんです、うん、ところがですよ、粗みじんを作ろうと思って、回数を少なくすると何が起きるか。そうなんです。僕は実は今までフードプロセッサーで野菜のみじん切りってやんなかったんです、なぜかというと、ご覧ください、まあ、だいぶざっくり切ってますけど。そうですよね。コールスローってもう少し細かくなかったでしたっけ。千切りとかですよね。ですよね。千切りあれですよね、はい、あるんです。え、あるんです。そう、まだまだあるんです。キャリーバッグの中にはその名もビュンビュンチョッパー。硬い食材から柔らかい食材まで簡単にみじん切りできる調理器具、はい、これがまた便利なんですね。そのビュンビュンチョッパーに下ごしらえしたキャベツ、人参、玉ねぎを入れマヨネーズで味付け、塩コショウレモンで整えたら、このアイテムの凄さが明らかに。キャップの裏側に赤いレバーついてますよね。はい、これ指入れます。ご注目。引くんです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 。わかりますか？どうなってるんですか？この面白いですよね。これね、子供でもできるんで、あ、お兄ちゃん、ちょうどよかった。これね、頭のキャップをしっかり押さえて、で、ビュンビュンって引っ張ってみて。さあ、できるかな、うん、せーの、よいしょ。そう、よし。そうそうそう、ほらほら。わ、すごい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 。回っております。すごい。はい。はい、ありがとう、ありがとう。もう大丈夫、もう大丈夫だよ、ほら。玉ねぎも人参もキャベツも大きかったのが、じゃーん、ほら、もう。細かくで、もうこれでコールスロー完成なんですよね。簡単。包丁では時間がかかるコールスローサラダがあっという間に完成。野菜の大きさも均一に仕上がっています。ちょっとやってみましょう、はい、これね、今いろんなお野菜、あ、いいですね、キュウリとか、はい、ハムとかキャベツ、うん、はい、まさにこれが有名なコールスローサラダ。これでも自分でカットするのも大変ですしね。でコールスローサラダ、うん、フードプロセッサー使っちゃうと小さくなりすぎちゃうんですね。確かに、そう、びしょびしょになっちゃったりとか、ね、しますよね。いきますよ、硬いもの、はい、柔らかいもの一切関係ございません。それこそ、いきますよ、人参からキャベツからパプリカからハムからまあ出てくる出てくる。本当だ、簡単。気持ちがいいんです、これ。押すだけですしね。調理ができるので。食感を残したいものは別で、またやっていただければ。そうなんで、そうすればこのまさに美味しい種が簡単にこうやって作れちゃうんですね。で、これをトン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 固めていただければ、はい、こうやって美味しい、でちゃんと玉ねぎの食感が残ったハンバーグ。ちょっといいでしょうか。どうぞどうぞどうぞ。こうやって切った時、はい、ね、召し上がる時にちょっと玉ねぎが見えました、ね。見えました。これこれこれ、長谷さん。こういう感じ。本当に。手作りか、見えますか、この玉ねぎ、この玉ねぎ、これが、このザクザクの玉ねぎが、これがね、シャクシャクっとしてね、美味しいんです。すごい喜ばれますよ。どうです、美味しいでしょう。なんか歯応えね、普
通のフードプロセッサーとはここがね、わけが違うんです。ちゃんと果肉が残る、だから美味しい。でもちろんここまでいいでしょ。いいこれすごいな。話を割って入るぐらいいいでしょ。本当にいいんです。この価格では話割りましたよね。この価格ではなかなか本当にお買い求めできないぐらいの、僕は優れものだと思ってます。6000台で機械庫1万円超えますから ね。お手入れだけ簡単にやらせてください。お手入れが面倒だとこういうのって使わなくなっちゃうじゃないですか、はい、でちなみに僕のやってるお手入れ方法なんですが、うんうん、こうやって食材ちょっと残ることありますよね、お肉とお魚に関しては油分が少し残るので、ベトベトでその時にだいたい 400cc から 500cc ぐらいのぬるま湯、はい、入れていただいて、うん、はい、でここにちょこっとだけ洗剤チュッ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 、はい、3プッシュから4プッシュ、はい、中性洗剤で結構です、はい、でこれで回すとどうなるかというと、ペー、はい、攪拌です。そうすることによって弱いじゃないですけど、表面についている、ちょっと水入れすぎましたね、はい、表面についている汚れ、はい、しっかりと落とすことができますので、はい、ちょっとごめんなさい、移動してもいいですか。ふぶし初登場がこちらの深型でございます。667799番で深型のザルのセットは7344円が5898円で、すでにウェブサイトから相当数のご注文をいただいているのでございます。こちらはザルが深型2つ、蓋が2つ、そしてバットが2つ、蓋が2つという形ですね、はい、ザルもこれ2つでいいですか。ザルも2つです、はい、届きます。で5898円、そして付け3つ届きます、はい、1個あたりがだから1000円ちょっと、はい、まあ、蓋のお値段とザルのお値段があるので、この1つのトレイが本当に1000円ちょっとって考えたら、キッチングッズ好きでいろんな場所チェックしてる方多いと思うんですね、はい、これ本当に上手にウェブ使っていただいて、ぜひぜひ、ご定数そんなにたくさんありません、はい、今オペレーター待ち時間がもう1分を超えるような状況に近くなっていますので、ぜひスマートフォンをお持ちの方、はい、QR コードをピュッと読み込んでいただきますと、ご案内中の商品にジャンプする形にもなりますので、はい、ぜひスマートフォンも有効活用ください。そしてキューブシでのお買い物、これは便利ですよ。皆様見たことあります、はい、このね、同じサイズの四角いザル、今豆腐がちょうど1丁入ってるんですが、うん、はい、ザルがあると当然、はい、水切りできますので、なるほど、横に置くことで隙間が空く、はい、でこれは3個ついてきますから、買った方に教えてもらったんですけど、うん、これね、こうしとくと早いよって教えてくれました。重しだ。重しになりますよね。なるほど、なるほど。で、しっかりと水切りできますんで、はい、豆腐の水切りをちょっとしたりだとか、例えばですよ、はい、お料理の下ごしらえをしようと思った時に、うん、こういう丸いボルボーディアザルってありますよね。もうこれで作業スペースないじゃないですか。はい、皆様、4つ置いてしまうと、皆さんもこっち壁ですから、はいはいはい、でこっちないんです、このスペースだともうこれで実はもうまな板の置き場所ってどこもなくなっちゃう、はい、見たら一目瞭然で、はい、結局いきます、はい、じゃん、四角い場所に丸いものを置くから、無駄が多いんだね、無駄ができるんです、はいはいはい、四角い場所でスペースを使いたいんだから、四角いものを置くのがいいに決まってる、なるほどね、そうするとね、ここ開きますよね、はい、今まで置けなかったまな板が置けるんですよ。なるほど。皆様、さらにさらに応用編は、これがますよ、はい、ここに来て、うん、ここで、これがここに行きましょう、はい、でこれが重ねて、これがこうやってこう乗せてしまうとさらにフライパンとか行けますね、こう置けちゃったりもするのとも、ね、枝豆、今まではこの熱いお鍋を両手で持って、うん、シンクまで持っていって、うん、ね、ザルで、ね、バシャ、はいはいはい、熱いし火傷するし、やっぱりちょっと怖いなって方が、もうお湯は捨てません、はい、なんと穴あきおたも台はこれだけ大きい、直径15センチはまさにまとめて一網打尽、1個逃がした一網打尽なんです。しっかり湯切り水切りできるのは767個穴が開いてるから、はい、このまま湯切りができて、このままボウルに移すことで、うん、すぐ調理に移れるんです、はい、そしてお湯を捨てないと、違う茹で時間のものありますよ ね、うん、ありますね。例えばこうやってブロッコリーの調理がまたすぐこのお湯でできるので、はい、まさに水道代ガス代が非常に節約できちゃうんですよね。ガス代もかからない、水も足さないから水道代もかからない、はいはい、で時間の短縮もできる、うん、でこうやって作るんですが、はい、これちなみにこう今9個入っています、はい、例えばですよ、これ1個ずつ三沢さんこれすくい出してると、多分9個目のやつってカチンカチンになっちゃいますよ ね、まあ、そうだね、半熟にしたいんだけどみたいなところがあったら、せっかくタイマーで時間計ったわけですから、うんうん、だったらすいません、お願いします。あ、僕ですか。9個まとめて9個まとめて、はい、
初初めてですよね。初初初。そのままグググググッと入れていただいて、はい。そうするとまとめて、すると上がるんです。そのまま冷水に、このまま、はい、ドボンとつけた入れていただければ、まさに丸ごとサルベージ。失礼しました。でもちゃんと上がりました。はい、いちいちこうね、ざるにお湯をバーッと捨てて、またお湯沸かすっていう手間が、はい、まずなくなりますもんね。それがなくなるだけでも、時間の短縮と、うん、やっぱ水道光熱費の短縮は、はい、全然圧倒的に、たこ焼きにちょうどいいの時に一気に出さないと硬くなるんです。でもできるんです。できるんです。一番いい時間ですくい出してしっかり湯切りして、はい、このまま盛り付ければ冷しゃぶ豚しゃぶもあっという間で、しかもこれ捨てなくてよくて、でも会話ができる。そう、英語、あの映画が趣味って分かったから、じゃあちょっと、じゃあちょっと個人的なこと、じゃあ今度聞いてみようかな。じゃあ、うん、はい、じゃあちょっとまた日本語から英語に、あ、中国語に変えて、うん、こっち聞こうな。あなたは何歳ですか。あなたがなさいますか。これね、ちょっとたまにこうやってね、あの聞き取りが、あの間違うこともあるので、もう一回やりますね。あなたは何歳ですか。何回ですかになっちゃいましたね。もう一回いきますね。はい。あなたは何歳ですか。何歳ですかってしましょうか。じゃあ何歳ですかって聞いてみましょう。何歳ですか。中井ですかね。はい、もう一回いきます。何歳ですか。で、これちょっとね、通じない場合には、うん、これうまくいかない場合にはね、これね、こうやって入れ直すこともできます。ここでね、はい、何歳ですかって、なんさいですかと、こう入れることもできます。入力もできるんですね。そうなんです。こんな感じで、はい、でですね、もう一回ちょっと途中まで言えますね、うん、じゃあね、はい、何歳ですか。あ、中国語になっちゃった。ん、じゃあちょっと直しておいてもらおうかな。ちょっと、あ、大丈夫です、はいはい、ありがとうございます、はい、今たくさんのお電話いただいてるんですが、商品番号と値段ここでご確認いただきましょうね。ありがとうございます。それではですね、 LINE スピーカー使って電話かけてみたいと思います。では行きます。ドラえもんがいますので、ちょっとドラえもんに話しかけますよ。クローバー、あー、忙しい忙しい。星野さんに電話をして。星野さんを見つけられません。もう一度お名前をお願いします。こういう形で私が言っているその言葉もしっかりと聞き取ってくれますので、しっかりと認識しているのがお分かりいただけるかと思います。もう一回いきますね。クローバー、忙しいな。星野さんに電話をかけて。形で私が言ってるその言葉もしっかりと聞き取ってくれますので、しっかりと認識するのは借りただけ。すいません、こういうこともね、もちろんあります。生放送でお届け、生放送で。設定アプリで呼び名を追加してください。すいません。私やってみましょうか。お願いします。はい、クローバー、クローバー、細田さんに電話して。よっしゃよっしゃ、よっしゃ。細田さんにおかけします。よっしゃよっしゃ。しゃしゃしゃ、あ、ちょっと待ってください。石橋さんから電話です。今聞きました。このように着信音が鳴った後に石橋さんから電話ですって呼びかけてくれるんですね。でも私ちょっと掃除してて手が離せないので、このまま電話に出たいと思います。ジェシカ、電話に出て。どうかな。もしもし、もしもし、もしもし、おお、声返ってきてる、返ってきてる、電話できてる、すごい、細田さん聞こえてます？聞こえてます？聞こえ、聞こえます、聞こえます、石橋さん聞こえます？今何してます？今何してます？今ね、私、今ね、私、もう掃除して掃除してます。掃除中にごめんなさい。ごめんなさい。いやいや、いいですよ。いやいや、いいですよ。あのね、クローバーがあれば、こうやってちょっと手が塞がってても電話に出ることができる。でもこれいいですよね。ちょっと手が汚れてしまってる時とか、料理中とかね。ありますよね。ありますよね。そのやっぱり手が塞がっている時に、声だけで操作することができるので、使いやすいと思うんですよ。そうそうそう。ちょっと今日はあんまりいい天気じゃないんだけれども、ちょっとこの後、美味しい串揚げ屋さんを見つけたんで、行きませんか？行きませんか？行っちゃう？行っちゃう？行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。行っちゃいましょうか。じゃあ今日これから、これから、じゃあちょっと、どうしましょう。じゃあ詳しい予定は、LINEでしてみましょうか、今。一回電話切って。はい。
ね、はい、ライブもできる、ね、ライブもできるっていうことなので、ちょっと一回電話してラインしてみますね、今から。はい、お願いします。お願いします。はい。ジェシカ？ジェシカ？石橋さんに LINE をして。石橋さんに LINE をして。ジェシカ？